込んでいい。大女優や。いいアングルよ。はい、神の松島奈々子です。どうも、どうも。よろしくお願いします。受けるな。こんぐらいでいいかな。そうだって芸能人っぽい格好やもん、ね、うんうん、そう、女優帽かぶってきたよ。確かに。あの、よく友近に似てるちは。似とる似とる。似とる。友近に。ほら。確かに友近。え、友近喋り方も。じゃあその帽子外してもらっていいですか。ちょっと外してみせて。白髪だらけやって。いやいやいや。化粧もなくしとらんとに、あんた。目かし込んでこんけ。当日のお楽しみは。確かに当日のお楽しみ。そうそうそう、友近です。はい、友近。あ、確かに似とる、ね。でも当日は本当よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、何の話かわからない。そう、何の話かと言いますと、うん、はい、はい、サスナの賑わい祭りです。練って練って1年半ぐらいかな。おー。ちょっと鳩場の方々と共同代の方々と協力して、協力してしようかって言って、今回11月の6日に。まあ紙の人は分かると思うんですけど、うんうん、これは下で、うんうん、場所があんま分からんし、うん、その駐車場とか言われても分からんちゃけど、うん、とりあえず食べるものと、食べるものと、ハンドメイドのアクセサリーフリマとか。うん、あとは馬にも乗れるってことですね。そうですね。あと舞台もちょっとステージもです。ステージがあるので、ちんどん屋さんが来るんですよね。ちんどん屋さんが来ますね。まあ私はちんどん屋みたいなものじゃ。私が今それ言おうと思って、我がで言うちゃけ。どうか一緒。俺言おうと思ってない。ゆかりさんがちんどん屋、呼ばんでん大丈夫や、ちんどん屋やけち。はい、ちんどん屋でございます。なるほどですね。まあでもそもそもゆかりさんが、うん、それをやりたいと、ね、みんなの声があるけど、うん、誰かが声を上げんとならんですもんね。でしょ、形にならないじゃないですか、うん、そうですね。俺だけそこがすごいと思って今日動画撮りたいなと思ってですね。いや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 、私はまだまだですよ。いやいや、まだまだ英語手さんの方がなんかすごいと思う。いやいや、私のステージはトークショーでいいと思う。友達からのトークショーでいいんですよ。いやいや、多分2時間半ぐらい喋るでしょ。いや、相方がおらなだけ一緒に通って。いや、全然俺いいよ。あいたちゃなお喋りよっちゃろうかちゅうて。私はゴリラの背を見てから話しよっちゃって。その紙の方でね、うんうん、そのハンドメイド作家さんたちを束ねてくれとるゆかりさん、ね、うん、されとるというね、うん、まあいろんなね、やっぱり人が集まることはトラブルもあるし、うんうん、ね、トラブルもあるね、話が進まんとこもあるけど、そうですよね、やっぱりでもそこでやめんけん、うんうん、ね、開催できるっていう、ね、6日がね、そうそう、まあ、ね、楽しみだな、ね、マルシェは何店舗出るとゆかりさん。マルシェはですね、今のところ20店舗、うんうん、おー、20店舗。本当はね、まだまだね、うん、出したいつもりやったちゃけど、うん、そのステージを見るための観客席、うんうん、ステージも取ってるけん、ちょっとね、うんうん、数が少なかったけど、まだまだ ね、他にはね、ほら、対馬全体いろんなね、方々が、そうそうそう、いますもんね、うん、されとる方おるけん、いろんなアイディアがある人っていっぱいあるんですよ、うん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 、ただこれを行動に移せる人っていうのはマジで 0.1% ぐらいって思ってるんですよ、 俺の中で。もう100人おっても1人も動かないんですよ。で、俺たちはアイディアはないけど行動はできるんですよ、うん、あ、はいはいはい、もうバカやけ、あ、バカや、もうアンプなんやけ、うんうん、やろやろやろ、やりたいこと全部やって、うんうんうん、もう99個失敗しても100個目に成功すれば OK やけ、一歩踏み出さな、そうなんですよ、ね、な、もう失敗してもいいけ、何してもいいけ、一歩踏み出さな、そう、次ができんですもんね。そうですよね、うん、何回も挫折したよ、もう一回踏み出して、はぁ、できんやったね、苦情言われ、何言われ、何言われね、苦情はですね、やっぱね、もうね、でもそれだけじゃね、またそれで終わるのもすかんけ、こんちくしょう思って、また次に、またこんちくしょう思って次に、あ、うん、でなって今に至った、ずぶてえ人や思われてる、ずぶてえ人、そうそうそう、友近に確かに、そこも友近やね、ずぶてえ人や思われてるでしょうね、そうそうそう、本気。いやいや、でもその諦めんちゅうのが絶対成功しますからね、だって諦めんかったら成功しますもんね、マジで。楽しみやね、6日ね、楽しい、もう遠いけどね、もう楽しいもんね、うん、もう楽しいもん、まあ、いや準備がね大変、ね、うん、いやでもあの終わってしまったら大変大変ちゅう思うけど、終わって、あ、この準備期間が楽しかったっちゅうのありますよね、そこ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 、だけまたやろうやちゅう、またやろうやちゅう、ね、そうそうそう、なるなる、うん、もうね、そうですそうです、ちょっと前めんどくせえとかなっとったかもしれんけどね、うん、いろんなこともあるやろうけどね、いや分からんよ、俺は分からん、想像ですよ、うん、あんなに人を巻き込んだら、うん、絶対めんどくさいこと絶対あるん、みんな違うけんね、うん、絶対めんどくさい、やっぱほら、頑張ってって言ってほらね、あのさすな地区の方々も応援してる人、はいはいはい、くれる人もおる、そういう人それぞれやばってね、うんうん、まあまあ反対した人はですね、もう仕方ないんで、もう仕方、もうこれ起こすのはね、はいはい、もう必ずほら反対、そうですよ、賛否両論でないと価値ないんだ、本当に、うん、何十っても
一歩踏み出した人が一番すげえ、俺から言わせてもらったら、うん、2歩目を3歩目にするなんて簡単なんですよ。そう、2歩目を100歩にするゆかりさん、褒めてやってくれんね。俺もすげえチャッチ今肯定しよるけど、俺すげえんですよ。私言うても、あんた普通、あんただ休む日はあるの？あ、休んでます。ある時はあんた山に行って、あんた幹事堂になったでさ。あ、今日昼から山行きますけど、はい、すげえよね。01っていうのが一番大変じゃないですか。もうだけ後から入ってきた人なんてすごい顔しとっても、うん、肩書きがあっても、うんうん、これはもうどうでもいいんです。そんなの、そうそう、ね、もう一歩目の人がマジですごいと思ってるんで、でそれをゆかりさんやったんで今日動画を撮らせてもらおうと思って、すいませんね、はい、昨日オファーして どうですかって言ったら、あ、いいですよ、いやいいです、いや違う意味の、絶対そう、絶対そう。わかりました。まあ、6日の何時から？10時から。はい。ですね。本気ね。本気大丈夫ですかね。10時からですね。10時から4時までなんで。はい、10時から4時。場所が神谷方体育館でいいですか、ね、そうですね。さすがに狭いんで、ぐるぐる回ってくれればどっかあります。絶対あれ分かるんで、ね、はい、ぜひね、皆さんね。さすがに来ていただければ分かるってことですね。はい、はい、ということで、さすが賑わい祭り、はい、ぜひ来てください。お待ちしております。はい、それでは最後バイビームをしてください。何バイビーム？バイビーム。全部持っていかれる。バイビーム、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。